こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。近年、瞑想を続けていた独軍の現在だが、ようやくユーロファイター後継機が決定した。米国 F-18 戦闘機を導入することに。時間がかかったのは、NATO 加盟国は核搭載可能な戦闘機を維持しなくてはならない。私はユーロファイター結構かっこいいと感じました。ステルス戦闘機が世界で増えてきている中、ノンステルスでの購入には F-35 ステルス戦闘機には核搭載ができないという悩みが出てきた結果だ。それに加えて、独海軍も窮地に立たされている。世界に先駆けて潜水艦を開発していた独だが、今はその影さえ見えてこない状況だ。では、一体、潜水艦問題はどうなっているのか見ていこう。本当に毒なのかとびっくりする状況だ。2019年5月、ドイツ海軍所属の 212A型潜水艦が座礁事故を起こし、同海軍が保有する全6隻の潜水艦のうち2隻しか稼働できない状況に陥ったことが報道され、話題を集めた。かつて、ドイツ海軍といえ、馬遊ボートを真っ先に思い浮かぶほどに、その潜水艦の運用には伝統を持つのではと思われる向きもあろうがすでに、遠い過去の話に過ぎないようだ。そもそも、最近のドイツ海軍では、潜水艦が2隻も稼働していれば、まだマシな状態とも言えるほどであり、なんと、2017年には、6隻すべての潜水艦が止まる、稼働率 0% という、事態も発生していた。いかにドイツが陸軍国であり、海軍国ではないとはいえ、保有する潜水艦のすべてが未稼働状態だったというのは、軍として全く、リスクヘッジができていない、由々しきことだったか、弦を待たない。こうしたドイツ軍の兵器の未稼働問題は、実は、この海軍の潜水艦に止まらず、例えば、空軍の戦闘機であったり、陸軍の戦車であったりと、ほぼすべての分野に広く及んでいることがたびたび報じられている。これは、ソ連崩壊に伴い、それまで、米ソの冷戦状態の最前線国家であった。ドイツが、急激な緊張緩和を迎え、予算的にも規模的にも、軍縮を、あまりにも急激に推し進めてしまった弊害だと言えるだろう。そうした状況下、ドイツは政治・経済的には EU 加盟による金融上の恩恵を多大に受けることとなり、それら EU の国の中でもほぼ唯一の勝ち組国家と見る向きも多かった。しかし、ここに来て、ロシアの脅威が再び強まる中では、一旦緩めた軍の軌道修正はすぐには効かず、なかんずく、軍のガバナンスそのものが機能していない深刻な状況に、置かれているように感じられる。話を、ドイツの 212A 型潜水艦に戻せば、今回2019年の5月に座礁事故を引き起こしたのは
U36 番艦だが、同艦がこの事故に見舞われた場所も問題視されている。というのも、これが NATO 加盟国が多数利用しているノルウェーの基地からほど近い場所で海域であり、2年ほど前には U35 番艦もノルウェー沖での海中航行時に事故を起こした。過去があったからだ。ここから指摘されているのは、ドイツ海軍の潜水艦乗組員のネリ度の不足であり、そもそも未稼働の潜水艦が増えることで、さらにネリ度が落ちるという悪循環を繰り返しているのではないかと見られている。この辺り世界でも有数のネリ度を誇るとされる海上自衛隊の潜水艦隊を保有する日本は、それが海洋国家としての生命線を意味するだけに、こうしたドイツ海軍の凋落を教訓にしてもらいたい。しかし、ドイツの 212A 型潜水艦は、こうした自国海軍のトラブルとは裏腹に、兵器としての輸出用は214型潜水艦として少し大型化され、通常動力型潜水艦としては多数の国に採用されている。212A 型潜水艦がドイツ以外にイタリアに採用されているのに加え、214型潜水艦は韓国やギリシャ、トルコ、ポルトガルに採用されるなど、ライセンス生産も含め好調なセールスを記録している。ただし、決して高品質とは言い難い事象も多数報告されており、ギリシャの1番艦では大規模な水漏れ、韓国では、スクリュー部分の騒音や燃料電池の不具合など多数の問題箇所が明らかとなっていた。韓国で報告されたスクリュー部分の騒音は、ドイツでも同様の問題が発生しており、韓国のみの発生であればライセンス生産時の工作制度という可能性もあり得ただろうが、どうもそうではないように思える。212A 型潜水艦は水中排水量が830トン、全長が57メートル、最大幅が7メートルであり、日本の双竜型潜水艦の水中排水量4200トン、全長 84.0 メートル、最大幅 9.1 メートルに比べはるかかに小型だ。このため、ドイツと同じように比較的沿岸部の近海で使用する国々を中心に、通常動力型の小型の潜水艦を欲するニーズに対応していることが、セール上で成功している最大のポイントと言えるだろう。最近興味深いのは、元は同じこのドイツの214型潜水艦を用いて、インドネシアが導入予定の潜水艦に対して韓国とトルコが激しい売り込み合戦を繰り広げていることだ。もともとインドネシアは韓国と3隻の潜水艦建造の契約を締結し、さらに追加で3隻の受注を得ていたのだが、どうもドイツの後ろ盾を得たトルコがこれを本意させることに成功しそうだと見られているのだ。
同じ214型潜水艦等はいうものの、韓国には燃料電池を搭載した非待機依存推進型の他国への売却は認められておらず、これをドイツから承認されたトルコが横槍を入れた格好といえる。インドネシアの態度も国際審議上はいかがなものかと思わされるが、自国の海軍は危機的状況でありながら輸出に意欲を燃やすドイツの態度も単から見れば疑問に感じられてならない。